はい、本日は私から3点の報告でございます。第1点目は、台風第15号等による農林水産関係被害への支援対策についてでございます。8月から9月の前線に伴う大雨や台風第15号、台風第17号による農林水産業被害については、現時点9月30日21時現在でありますが、総額で711億円、農地・農業用施設147億円、農業用ハウス247億円、農作物等被害143億円の被害が確認されています。農林水産省では今回の災害による被害の特徴も踏まえ、壊れた農地や農業用施設、林道の被害や農地等の油の処理については、災害復旧事業の早期実施、農業用ハウスの損壊した全ての被災農家を支援できるように、強い農業担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動するとともに、今後起こりうる台風等による被害が最小限となるよう、耐候性ハウス導入を支援してまいります。また大規模な停電が発生したことを踏まえ、胆振東部地震の際の停電対策を拡充させた酪農をはじめとする農林水産業への幅広い支援等からなる総合的な対策を決定いたしました。今後この対策の周知に努め、被災された農林漁業者の方々が一日も早く営農再開できるよう取り組んでまいります。詳細につきましてはこの後プレスリリースをいたします。2点目でございます。本日開催されました政府の TPP 等総合対策本部で、総合的な TPP 等関連政策大綱改定にかかる基本方針が決定されました。本方針に基づき、先月26日の日米貿易協定の最終合意を踏まえた政策の検討に着手いたします。農林水産省といたしましては、現場の懸念と不満を払拭するため、合意内容について十二分に説明を尽くすとともに、農林水産業の生産基盤を強化するなど万全の施策を政府一体となり責任を持って検討してまいります。なお本方針に基づく農林水産省の対応を協議するため、本日15時10分より私を本部長とする農林水産省 TPP 等対策本部を開催することといたしております。3点目でございます。台風18号の影響等により不確定なところはありますが、私は明日佐賀県および長崎県への出張を予定しております。両県知事をはじめとする地元関係者の方々、開門を求める原告の方々とお会いし、直接意見をお伺いするとともに、木更谷干拓地および有明海再生の取り組みの現場を拝見したいと考えています。出張の詳細はプレス技術を行うといたします。私から以上です。幹事社読売新聞です。2点お伺いしたいと思います。1点目はトンコレラの関係なんですけれども、先日ですね、いわゆる豚肉の流通について被害の事実上認めるということが示されたと思っております。それについて大臣の受け止めをお願いします。はい、これはもう私たちというよりもですね、小委員会の専門家の方々が科学的かつ専門的なご意見を戦わせていただいてですね、その知見に基づいてそういうご意見をいただきご検討いただきました。私どもといたしましてはですね、前にも皆様にも2、3回か3回申し上げましたけれども、36年間にわたって日本ではワクチンを接種していたという歴史がございます。私は今59歳ですが、その期間、私の人生のほとんどの期間はですね、ワクチン接種をした何かを食べてきた。その期間、私自身も何も起こっておりませんし、日本国内においても品質等に劣等するような現象が見られたとか、健康被害が起こったとか、そういった報告はただの一例も出ておりませんので、消費者の方々におかれましてもですね、心配はないんだということをご理解いただく努力をこれから一生懸命しなければならないというふうに思います。日本がトンコレラという事実上非正常国になることを確定したと認識しておりますけれども、これなかなか復帰に向けては難しい。いや、分かってるけどね、行くのはまだまだです。仮に打つ、打つ方針ということですが、その場合、また正常国に戻るのは非常に難しい道のりがなっていると思いますが、この点については。
全力を尽くしたいと思っています。ワクチンを打つことが決してですね、素晴らしいいい選択だと思っておりません。これはですね、もうここまで来たらそこに踏み切らざるを得なかったということであってですね、我々がワクチンを選択したということであっても、あくまでも抑制的に使うべきだということは申し上げているところでございます。ですから、かつて11年の時間がかかったというご指摘はこのところでありますが、かつて11年かかったから、また10年以上かかるということには決してならない。私は、これから首脳衛星管理基準を設定していただき、防衛基準を直していただき、その管理基準もですね、これから議論の余地もあると思います。若干時間がかかりますからですね、今すぐどう変えるとは申し訳ありませんが、そういったものをやっていくことによってですね、農家の資金の高まり、防護策も、しっかりとした財政的な支援のスキームも出来上がりましたので、これができればですね、私は、そう楽観的なことは申し上げられませんけど、一度そんなことは甘んじて受け入れなければなりませんが、できるだけ早く、できるように、もう今すぐにでもその努力は始まっている、ワクチンを打っていてでもですね、その努力は始まっているというふうに考えています。すみません、2点目なんですけど、はい、いわゆる官民ファンド、農民業務成長化支援機構についてなんですけど、はい、いわゆる A5 と言われているんですが、昨日の取締役会では、投資実績は目標に対して未達であるということが明らかになりました。所管官庁として今後どのように対応するというお考えでしょうか。今回ですね、賠償金についての扱いとかいろいろ決まりました。今後 A5 についてはこのやり方を変えていただければならないと思っております。例えばですね、その一環としてですね、昨日の A5 取締役会議では、年間の報酬それから退職金等についてはですね、業績に連動した形でお支払いをすべきではないかということで、それが正式に決定をされました。なかなかですね、この調整金自体の中にあってですね、返さなきゃいけないという A5 の独特のスキームもあってですね、これではなかなか入手先が見つからなかったという事情は私もレベルで聞かされましたけれども、しかし確かに何者にて始まった割にはですね、どうも今1位以下だなと思いますので、反省すべき点はしっかり反省し、今後の運用方法についてですね、内部でもご議論するのではいけないと思いますけれども、私たち農林水産省としてもすべき指導は否定していきたいと思います。退職慰労金についてはですね、元役員の慰労金満額支給を決めたわけなんですけど、一部自主返納もあるということで、この点についてはどうですか。正直に言うとですね、何とも答えはないですね。これは自主返納がですね、個人の所得に関わることで、自主返納ですから、この70万円をどう評価するかというのは、私は評価するつもりがないということであります。感謝が大丈夫です。日米についてなんですけれども、それ基本報酬の方もですね、決まったということでしたけれども、この水晶の中で今後影響額の試算だったりとか、そういったことをされる予定はございますか。それはですね、やることになるのではないかと思っております。これはしっかり内閣官房と相談しながらやらなければなりません。しかしこれ出るのはですね、出るの時にやった影響試算がありますので、今回の日米の合意内容を見るとですね、この農産品については、あの時82% だったのが、今回4割を切る水準になっておりますのでですね、ですから、税のことを比べると、営業者の数字は小さくなるのかなと、これまだやってみるか分かりませんけどですね、内閣官房のもっと相談して実施してまいりたいと思います。具体的な内容はその今後、省内の方に検討されるのでしょうか。
が現時点での国交性というのは大事なのかな。これはですね、例えばアメリカがキャッチアップしてきて、ね、25% 台に持ってくるわけですが、将来的には他の11カ国と同じようにですね、9% になってからっていうわけです。北海道についてはその関係がある乳製品についていずれは完全撤廃になる品目もあるわけであります。ですから年を追うごとにステージは変わっている。日本の国内の人口構造も変わっていきますし、世界の人口も変わっていきますし、いろんなものが変わっていきますので、ですからあらゆる変化にですね、対応できるように、今できることとですね、今やっておかなきゃいけないことと将来に備えることと、やっぱりいろんなことを考えてやろうと思っておりますが、何しましても今日第1回の対策本部が午後に設立されるという段階ですから、あまりこれ具体的なことは申し訳ないということはお許しいただきます。どうぞ。西見越しも吉田です。明日、諫早訪問されるんです。諫早湾。まあ、行くとかちょっと言うんですけど、ね、うん、原告の方々であるとか、弁護士の方々にお会いされると思うんですけど、はい、まあ、これまでも何度かお尋ねしてますけど、はい、こう思えば思いを改めてお伝えしてください。いや、いろんな県が関わってますよね。この被災観察事業というのは一つの県だけではない。そして例えば自民党所属の国会議員の先生の中でも様々な人間があるということですから、その自分が暮らしている漁業の形態であったり、それから営農の形態であったり、たくさんのものがあります。その意見が様々な対応であることは当然だろうと思います。しかしいずれかの段階でですね、100点だと、もう全ての方がハッピーだと、もう何も言うことはないということに対しても難しいかもしれませんが、やはり人と人ですから、できるだけ、よく言うことは言葉ですけど、教育に対して話をすることによってですね、どうしてもお気持ちをほぐすことができれば、5センチでも10センチでも励みることができれば、そういうことであればですね、今回は1回目となりますけど、数回の訪問も含めてですね、自分としては取り組んでいただいたな、はっきりした答えがあって申し訳ないんですが、気持ちですから、そんな気持ちです。何ございませんでしょうか。どうぞ。朝日新聞の大日向と申します。大きく分けてすみません3点。1つ目は A5 の件なんですけれども、上期で33億という中で16億で、年間でいうと110なので、かなりのハードルだと思います。大臣、これ財務省の方からもその事業の進捗というのを財政審議会でチェックされるという立て付けになっていると思うんですけれども、この金額の達成可能性についてどう考えておられるのか、また達成できないのであれば、どのような形で見直していかれる考えなのか伺えればと思っております。確かに目標、国の目標は110億超えということになっています、出資の拡大を図っていくという方針になっております。私は投資銀行に住んだこともありませんし、よく分かりませんが、ただこれまでの実績等も踏まえて、この低金利の世の中を見てみるとですね、そう簡単なことではなかろう、高いハードルではあろうなと思いますけれども、目標をひとたび設定したからにはですね、何が何でもやっていただくということですね。もう必死でやってくれと、もう総力を挙げてやってくださいということ以上のことは今日申し上げられます。それができなかったらですね、こうするぞっていうことはですね、それはしっかり激励することになりません。お越しになってしまいますね。頑張ってくれと、君たちがそういうことを語ったのであれば、こちらと進めて頑張ってくれと。しかしながら必要なのは指導とか助言とか、我々で声かけられるようなファンド利用先等があればですね、サポートができればしたいかと思いますけれども、今日ここでそれぐらいしかお答えにしようかというところ。この話も非常に難しいところは、財政で借りてるお金なんで、当然返ってくることも前提にしなければいけないので、返るんだ。財政。
そうすると、その実行して目標金額を作るのが大事だと思うんですけど、一方で、その闇込みに出しては今度穴が開くリスクも出る、非常に難しい事業じゃないかと思うんですが、数字を頑張って作れということによって、結果的に国民負担が発生する恐れみたいな、そこについてどのように考えてますか。難しいことですね。そうですね、そう言われれば、そういう可能性をこの場で否定することはありませんね。これまでの実績がこういうことですから。しかし、そういうことにならないように、まあ、ペーパー部の処分も必死であり、農林水産省もそういうことに陥らないように、できる限りのサポートをやって、対応をしながらやっていたらということぐらいしか今の段階ではもちろん、あの、はい、この読売さんからの質問がかぶっちゃって申し訳ないですけど、あの、例の70万円の自主返納の件なんですが、まあ、自主返納なんで、あの、コメントはって言ってましたけど、あの、何分国が 95% 株を持ってるので、まあ、事実上国の機関とほとんどニアリーキックオールの機関ですよ。で、この話の経緯としては、あの、満額資金について再考を促すということも株主として政府はやった話だと認識しています。その、まあ、これだけ92億円の累積損失を抱えているという中でですね、あの、チーフインベストメントオフィサーの方が、あの、満額で、あの、退職金が支払われて、かつ、あの、返還も70ということについてですね、所管官庁の大臣としてどのようにお考えなのか、改めて伺えればと思います。まあ、あの、投資をするんだから成果が求められることは当然だと思いますよ。それはしかし、じゃあその間の期間ですね、必死で頑張ってこられなかったのか、職務怠慢ですべきこともせず漫然と日々を過ごして、その結果こうなったのか、いろんなその帰結にたどり着くまでの、まあ、防衛というのはあると思うんですね。ですから、その結果だけを見ればですね、それは国の金を入っている税金が、財政民主主義の観点から見てもですね、これはなかなか国民理解が得られないんじゃないかというご指摘は、あの、ごもっともよく分かるところもありますが、しかし、労働に対するこれは対価ですね。で、この時点では今回見直すようにですね、その業績連動型というふうには組織的になっていないわけでありますから、まあ、その雇用関係、それから法制上の法律に対し合わせてもですね、なかなかこれについて勝つというのは難しかったのではないかと私は理解しています。その中にもあってもあってもですね、ご本人が、大きい小さいの評価はあるかもしれませんが、自主返納されたということについてはですね、まあ、一定の評価は、まあ、しなければいかんのかな。さっき、あの、 TPP 対抗の件について確認させていただければ、はい、あの、アメリカの方の日米の方の妥結が TPP の範囲内に収まったと、で、ものによってはこれなど以下に収まっているという状況だと認識します。影響評価についても、あの、小さくなるんじゃないかと、まあ、一回弾けるという中で、これまで、あの、3100から3400億円ぐらいで推移してきた対策費、補正予算の対策費というのは今後どういうふうになっていくとお考えなのか、また今年5年目を迎えるということになると思うんですけれども、この事業、どれぐらいの期間を今後続けていく必要があるとお考えなのか、大臣の所管を、所見をお伺いしようと思います。まあ、あの、最終税率にたどり着くまでには随分長い期間がありますからね、その間ずっとやるかもしれませんね。それはちょっと将来のことは予見不可能ですよ。例えばですよ、例えばこれから世界の人口が大きく増えていってですね、その人口が増えた人たちが豚肉、牛肉を食べたいと。牛肉作るにはトウモロコシが11キロいる。豚肉は7キロいるんだ。という世界に、じゃあ、トウモロコシを生産するだけの農地と生産余力が世界にどれだけあるのかということを考えるとです。私はそんなに世界中で豚牛の生産量が増えるとは将来思えない。10年先とか20年先。こんな時にですね、じゃあ、日本に今、日本、例えば牛肉でも豚肉でも自給率は 50% を割ってるわけです。40% ですね。6割はやはり、6割ぐらいは輸入に頼らなければ消費者の方々の胃袋を満たすことができない。ご要望に応えることができ
で、米とは全く違う産業構造になるわけですね。ですから先々のですね、国際市場の価格の動向も分かりませんしですね、いつまでこれを続けていいかの実感よく私には知識がありません、分かりませんが、まあ必要があるときには例えば今年はやらなかったけどまた復活するのでもあるかもしれませんですね。そしてまた今回のですね、日米におけるその関連対策大国の見直しにおいてはですね、なんといっても大国アメリカですから、アメリカというところであればですね、農家の方々の間にはですね、デブの時と同等もしくはそれ以上のですねインパクトがある、まあ酪農とかですね、そういう世界についてはワインを33とかに外しましたから安心していただけると思いますけども、まあ、肉については一部の方々、例えば黒毛の方々はそう考えていらっしゃらないかもしれないけれども、まあポルスの皮膚の方々ですね、一般の方々については危機感を持っている方々もおられるかもしれない、そういったことを考えるとですね、これから内閣の方と十分相談をしてですね、金額が大きければ良いというのでは決してなくてですね、そうすればあって効果的なもの、そしてどうしても必要なものについてはですね、どんどん取りに行きたいというふうに